沖縄県の中部西海岸の北谷町、嘉手納町、読谷村を活動拠点としている未来倫理法人会は昨日、読谷村地域振興センターにて令和2年度未来倫理法人会倫理経営講演会が行われました。その中で活力朝礼の実践で一般社団法人倫理研究所が毎月発行している職場の教養を活用し、日々の朝礼の様子を FM 読谷が実演しました。それではこれより挨拶の実習を行います。お願いします。お願いします。私に続いてください。それでは笑顔でおはようございます。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 そして心を込めてありがとうございました。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 皆さん準備はよろしいですか？はい。2月19日水曜日、テーマ遠くから山を見る。物事がスピードを上げて変化していく現代では、次々に出てくる新しい考え方ややり方に素早く対応しなければなりません。続いて私、6年ぶりにスポンサーになってもらうべく、読谷村高千穂にございます有電会社耐震電機の大城会長にアポを取りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。以上です。本日の目標、電話はワンコールで取る。はい。電話はワンコールで取る。電話はワンコールで取る。はい。電話はワンコールで取る。以上です。続いて身だしなみチェック、双方向かい合ってください。はい。首回り襟チェック、よし。ラフなチェック、よし。笑顔、よし。気持ち、やる気、オッケー。会場にはこの後、一般社団法人倫理研究所の法人局3次法人アドバイザーの増田昌司氏によります大転換、今求められる心の経営のテーマのもと講演会が行われました。